あんた、ゲンマの野望をくじくために旅してるって言ったよな。うん。そのためには、鬼の血を受け継ぐお前たちの力は不可欠。無論私も協力させてもらう。だけど、鬼の血のことまで知ってるあんたって、何者なんだ？いずれわかる。だがその前に、どうしても救出しておきたい男がいる。誰よ？ロベルトという西洋人だ。石田三成によって沢山城地下に幽閉されている。そいつも鬼の血を引いてるとか？いや、だが玄馬、そして秀吉の野望を阻止するためには欠かすことのできない男だ。ロベルトの協力なくして我々の勝利はない。そこまで言われちゃうな。だけど沢山城の守りはきついぜ。先ほどの戦いで玄馬が城へ続く大穴を開けてくれた。そいつを使う。下がれる前に急ごう。お前のラップは本末転倒、ただ暑苦しいとんかつ弁当。というわけで新鬼武者やっていきます。前回ね、天界、そしてボスと連戦で戦ってきて、結構苦しい戦いだったんですけど、どう？まあね、新しい仲間、この天界が仲間になりました。そして、なんか今ね、天界が喋ってたんですけど、沢山のなんたらかんたらで、ロベルトという男を救出するというね、なんかミッションを新たに課せられたんで、まあ、やっていきたいところですね。まあ、とりあえずいろいろ身支度して、スタートしますか。とりあえず飛躍しようとかどんどんいっぱい作っておきましょう。で、飛躍中も作っておきます。あれ、そっか、3回までなんだ。天界も喋ってみようか。お、天界も練習できる。飛躍書を3つもう1個作っていきましょうか。飛弾、まあ適当にどんどん作っておきましょう。はい、そして技の強化、今こんな感じになっております。そしてで、まあこんな感じで10秒はね、とりあえず1ずつ上げておきたいところですね。はい。そして展開、すげえ、展開14ポイントもある。やりたい放題じゃん。どんどんね、1ずつレベル上げとけば、まあなんかいいんじゃねえのみたいな。まあ特化タイプでもいいと思うんだけど、とりあえずね、まあね、1ずつ上げとくって感じで。で、武器の強化、展開の武器を上げておきましょう。はい、まあレベル3、レベル3ぐらいにしとこうかな。あとこれか、紅具足、これ曲げといて、こんなもんかな。早期の防御力も一応上げとくか。で演武も上げて、はい、で10兵衛のやつも上げとくと。はい、飛躍中を、どうしようかな。3つこんぐらい買っとくか。よっしゃ、じゃあロベルト助けに行くか。もう行くのか。早速沢山城に向かおう。はい、はい、沢山城行こうか。ロベルトって西洋人の救出だな。そうです。そうだ。しかしすでに石田三成は我々の接近に気がついている。何？城内に潜入するにあたって、まずは三成の目を城下町に釘付けにしておきたいのだ。ほう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 、陽動？おとりか。十兵衛、お前に頼みたい。うん。おとりよ、やだよ、俺も生きて。わがままを言うんじゃない。十兵衛、なんだよ。お前の素早さはずば抜けている。ほうほうほう。初めて見たとき、私はその風のような身のこなしにしばし見惚れてしまった。くどいてんのかな、これは。え？そう？そしてまんざらでもない。その疾風のごとき素早さで玄馬たちを翻弄してほしいのだ。お前ならば確実にできる。いや、お前以外に誰ができようか。うってつけなんだね。やだな、参っちゃうよ、そこまで言われちゃうと。まあさ、
昔から身のこなしには自信があったっていうかさ、じいちゃんも茜の動きは若き日のわしでも及ぶまいって褒めてくれたりしたよ。そうだな、確かに長っ。言ったら俺が適任かな。どんだけ嬉しがってんの。たくさんの現場が来ても俺がこうヒュヒュンシュパワーと動けばもう敵はてんてこまいってのもよ。伊達の十兵衛様に三成も現場も真っ青みたいなね。え？ソキ？えって？あ、ああ、そうだ。そうだな。お前がやってくれるのなら、俺たち安心してロベルト救出に専念できるぜ。よっしゃ！おとりは俺に任せとけ！安心して行ってきな、野郎ども。よし、では出発。褒め殺しだな、本当に。よっしゃ。子供の扱いうまいな。こう見えても。長く生きているのでな。うん、なるほど。見た目は若いのに。お、沢山城の力を得と通じているらしい。ロベルトの救出へと向かいましたと。そういえばそのロベルトとかいう男どんなやつなんだ。うん、知らん。え、ともかく西洋人を探すのだ。知らんって。お、なんか暗いっすね。こんな大穴を開けてくれて、あのバカでかい現場には感謝しなくちゃな。いつ開けたの？確かにそうだな。こんな土産をくれるなら何匹いてもいいくらいだな。ああ？そうだな。もちろんまた開いていくらいだぜ。秀吉と現場の野望を打ち砕くべく、鬼の血を引く者を探していたという侍、南光軍天海。はいはい、これさ、天海ちょっと使ってみたいね。秀吉に対抗しうる鬼の力を見出した天海。死んじまった俺に話しかけるなんざ、あんた、お偉い坊さんか何かがいい？ああ、化け物の来た道をたどって沢山の城に入ろうってか。確かにここは城の地下に続いてるぜ。俺らはよ、うまい話に乗せられたんだ。散々城の地下を掘らされた挙句にみんな殺されちまったんだよ。ここにはそんなのがたくさんいる。話しかけりゃ道も開けるかもな。まあ頑張りな。お、解毒薬。おっしゃ、なんか、あ、前あったな、こんなさ、なんか死体みたいの。これは展開用のギミックなのかな。よし、なんか騙されたみたいな話だけど、なんかいろいろ言ってみよう。ここは多分まだか。ん、なんだ。橋を下ろすからくりのようだが、歯車のような部品が足りないようだ。このままでは先に進めない。ということは部品を探せばいいってことか。よし、展開のね、攻撃をちょっと知りたいんでね。これ敵か。なんだこれ。倒していく。おうほ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 う。あ、これ敵呼び出す装置か。あ、天海すげえ使いづらい。すごい攻撃が遅いんだけど。うん。ほら。え、攻撃すごい遅い天海。これやばいぞ。ねえ。これやばいぞ、これ。はいはいはい。すごい遅い。これなんかもしかしたらね、これ三国武装だったら一番弱いキャラかもしれない、これ。三国武装関係ないけど。よっしゃ。はいはいはい。おっそ、攻撃。マジか。これはさすがに、使いたくないんだけど。ちょっとね、弱いぞ、これ。まあ弱いか強いかまだ分かんないんだけど、やっぱ早期が一番使いやすいぞ、これ。早期に変えよう。うん。これは一番、早期が一番楽だと思う。はい、そして貴様か。おう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 。はい、なんか天海さ、三国武装の超運みたいな動きだよね。あれ取れない、何これ。あ、地下地図。うーん、でなんかいろいろあるっぽいっすね。てか、は
おい、即死ぬ、即死ぬ、死ぬ、即死ぬ。これは、もうすぐか。おい、いきなり死にそうなんですけど、これなんだ、エレベーターこれ。何これ、どうやって行けばいいんだろう。まだ無理か。ちょっと、早期を回復するんで、ちょっとカットします。はい、というわけでね、進んでいきましょう。ちょっと回復しました。ん？またあれだ、展開用のギミックがある。お、宝箱あるね。なんだあの、なんか緑のやつはなんだ？ちょっとセーブしよう。よし、進んでいきましょう。はい。あ、なんかある。力士じゃない。奇跡。ん？あ、ここ10倍用のやつだ。多分。はい、ここですね。どうせ敵出てくるんでしょ？あ、ちょっと待った。これは展開、展開、回転、回転回。ここで、展開をまた使えば、何かもらえる。竹炭みたいのか？だったら俺らが世話になってた。いいもんがあるぜ。奥にある石の坂に乗ってみなよ。そうすれば上に上がれるから、上に上がれるからくりが動き出したはずだ。ただし上がるのは一人ずつ順番だ。なんで文句言うなよ。俺らが作ったわけじゃねえんだからよ。わかりました。これか？うん！なるほど、なるほど。はいはいはい、わかりました。はい、わかりました。これは、まず、乗っからせて、そして、展開であげると。はい。で、早期で、こうか？あ、え、そっち？ちょっと、そっちですかよ。あ、ちょっと待った。これ壊してみよう。壊す。あ、また新しい武器。で、これ展開こっち乗って、そして、早期でこっち踏む。で、この展開でこっちを踏めば、この柱が下がると。なるほどね。あ、なんか、扉がある。ちょっと見てみよう。その前になんかこっち気になる。あ、いけないんだ。はい、行くよ。めっちゃ怪しいな。うわぁ、めっちゃこう、ギミック半端ねえ。あ、そして、あそこに、展開用のやつがあって、奥に扉が。うわぁ、ちょっと見えづらいね。うわぁ、これも、ちょっと、考えさせられるようなステージか。この天然の洞窟を利用して、城からの道をなんとか完成させたが、それにはここにある奇妙な石柱群が入り込んだものを迷わす防壁として役立ったことは間違いないと言える。ほーん。まあこれによっていろんなものに助けられたということですかな。うん。まあさっきの要領だよね、きっと。降りていく。例のやつよろし。全開で。さあ、行こうぜ。よし、行こう。これはこうか。これ難しそう。はい、で展開、ん？早期で、あー、ちょっと、あ、これでもう一回戻ればいいのかな。これもう一回戻って、で、はい、ですよね。はい。そして、ここで展開を、ちょっと待ってよ。これ展開をこっちに持ってきて、はい。そしてここに展開乗っからせて、の、で、展開であの人の話を聞くと。はい。坊さんよ、何急いでんだ。この先の扉には鍵がかかってるぜ。なぜって、その先には祠があるのよ。簡単にはいけねえようになってんのさ、こいつを持っていねえってな。お、洞窟の扉の鍵ゲットしました。ありがとうございます。これはどうなってんだ。こうか。あ、飛躍し、はい。で、展開でこっち上行って、上行ってのこれ下げの
で早期で上上がりのって感じか。はい、 OK、 これで OK か。で早期でよし、こんな感じかな。でセーブ、はい、セーブしました。そしてこの扉、わあ、これか、これのために鍵くれたんだね。よし、まだあんのか、まだあんのか。よし、行ってやろうじゃねえな。これで降りる。あれ、ここもしかして最初のところ？あ、やっぱり。しました。で、あ、ちょっとミスったかも。これ戻るか。そこで待機しろ。はい、ここでこうやっといてので、少し休んでろよ。こうしてまたこう、 OK、 こんな感じでオッケーと。あー、ちょっと展開だったかこれ。ちょっとやり直すんでカットで、で展開であの人の話を聞くと。ほくら？あー、この先にあるよ。とっくに壊されちまってるけどな。まあ気をつけていけないよ。なにこれ。あー、閻魔天杖、これは展開の武器かな。まあこれまだか、こっち行かなきゃいけないかな。おこいつも、ん？あんた坊さんだな。頼むよ、ここの化け物を追っ払ってくれ。面白いもんやるからな。ほら頑張ってくれ。わお、わお、なにこれ。この玄魔は普段姿を消しており、その間は攻撃を当てることが不可能なのでござる。ただし魂を吸収することで次第に姿が見えてくるでござる。姿を現したら一気に攻撃して倒しちゃうでござるよ。わかりましたでござるよ。あ、魂吸収だね。魂吸収をしていき、ほいほいほい、ほら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 、あ、ほい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 、攻撃遅いんだよな展開。ましたか。よし、お、なんかくれる。なにこれ。おっしゃ、見るか。同性の歯車。あー、はい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 、わかったわかったわかった。最初の分岐のところであった橋ですね、確か。部品があれば取れるよっつって。でこれは早期で下ろしての、私は下に行きの。はい、落ち合って、さあ、行こうぜ、早期。あ、ん？なんか敵出てきてるぞ。うらー、くらえ、うらー、ほい、ほい、ほい。全力で行くぞ。こちらよし。オッケー。で、ここ。動きました。行きますよ。うわお、いきなし敵ですね。なんか、ああ、これ忍びタイプのやつか。ほら、まずい。ういういうい。そして、うい。とりあえずね、この弓兵は一番めんどくさいので、早めに倒すことをおすすめします。こいつは、よし、刺して。はい、ゲッチュ。で、まだいるか。ちょっと待って。反対側を見て。あ、こっちもだ。うん、からくりのようだ。天海さん、動きましょう。現場の手加減はするな。よし、行こうぜ。戻れ。よし、こいつを倒す。
おい、おい、ちょっと待った。ほら、これ早期行くか。で、契約中。おっしゃ、ナイス。ちょっと危ないっすね。なんだ？お、なんかある。西。こっちか。オッケー。例のやつ。さあ、行こうぜ。さあ、行こうぜ。ちょっとセーブ。はい。では、では。扉は固く閉じられている。他の道を探した方がいい。ってことはこっちか。お、行きましたね。これそろそろなんか中ボスとかいるんじゃないの？